ビーという方、ジャンバという方だそうですよ。なじもののでしょうね。勝負が始まるようですね。まずはお寺に入ってんといきましょうか。一気に勝負の流れを引き寄せることができるでしょうか。さて、無事でいられるでしょうかね。お見事です。油断をすれば、すぐに相手に有利な流れが出来上がりますから、攻撃で畳みかけ、相手の戦意も即落ちたのようですね。なかなか緊張感のある展開になってきましたね。お互いに手ごわさと戦いを見ながら移動することになるとは。いいチームワークですよ。なかなか緊張感のある展開になってきましたね。なかなかいい動きですよ。お二人で連続とは、さすがに相手も想像していなかったですよ。ダメージなしとはいかないですよね。まずは一撃、ここからですよ。攻撃で畳みかけ、相手の戦意も即おつまりのようですね。おや、交代なさるんですね。これで隙を作り出すことができましたね。いい判断ですね。まだ攻撃の手を緩めないとは、大変結構。ダメージなしとはいかないですよね。かなりの痛手になりそうですが、耐えられますか。もう戦えなくなりましたか。さて、ここからが本座といったところでしょうか。一方的にやられる状態になっていますが、さて、ここからどうするでしょう。一人倒れてしまいましたね。倒した方は勢いが出てきたみたいです。もう戦えなくなりましたか。怪我しても知らないのよ。ここからが本当の勝負ですよ。一気に勝負の流れを引き寄せることができるでしょうか。勝負が決まってしまいましたか。名残惜しいですね。あなたも食べてしまうわよ。ムロリーという方、ジャメンバという方だそうですよ。何者なのでしょうね。これは以前悟空さんが言っていた分断地不動体というものなのでしょうか。どちらが勝つか分からなくなってしまったよ。本命はなんだなんだ。攻撃で畳みかけ、相手の戦意もすぐ落ちまるのようですね。本命はなんだなんだ。一方的に狙って状態になっていますが、さてここからどうするでしょう。実力は一人倒れてしまいましたね。これで勝負の流れが変わりましたね。まずは一撃、
撃。ここからですよ。かなりの痛手になりそうですが、耐えられますかね。油断をすればすぐに相手に有利な流れが出来上がりますから、攻撃で畳みかけ相手の戦意もそぐ落ち込んだようですね。なかなかいい動きですよ。なかなか緊張感のある展開になってきましたね。ここでまた攻撃を仕掛けますか。プレゼントだ。他のサイヤ人の方とはまた違った攻撃ですよ。少し異質に見えるほどに。ダメージなしとはいかないでしょうね。攻撃で畳みかけ相手の戦意も飛ぶおつもりのようですね。一気に勝負の流れを引き寄せることができるでしょうか。一時はですよ。ここからが本当の勝負ですよ。もう戦えなくなりましたか。さてここからが本番といったところでしょうか。なかなかいい動きですよ。そうきましたか。意外性があっていいと思いますよ。この攻撃は大きいですよ。ここからが本当の勝負ですよ。わずか、もう戦えなくなりましたか。倒した方は勢いが出てきたみたいです。いいチームワークですよ。そうきましたか。意外性があっていいと思いますよ。そこでここからが本当の勝負ですよ。いいタイミングで助けが入りましたね。なかなかいい動きですよ。一方的にやられる状態になっていますが、さてここからどうするでしょう。一人倒れてしまいましたね。おいしいわね。さてここからが本番といったところでしょうか。武道家同士の意地の舞台へ。面白い勝負でしたよ。
この勢いのまま最後まで押し切れるか見ものですね。俺が殺してやろう。どちらが勝つか分からなくなってきましたよ。一方的に狙える状態になっていますが、さてここからどうするでしょう。油断をすればすぐに相手に有利な流れが出来上がりますから、ここでまた攻撃を仕掛けますか。冗談じゃない。ここからが本当の勝負ですよ。まずは一撃。ここからですよ。楽しめそう。なかなかいい動きですよ。そういましたか。意外性があっていいと思いますよ。相手との距離も一気に詰まりましたよ。どこへ行くんだ。いい判断ですね。相手との距離も一気に詰まりましたよ。さてこの状況を打開することができるでしょうか。持ってくよ。さて無事でいられるでしょうかね。まずは一撃。ここからですよ。これはなかなか。さてこの状況を打開することができるでしょうか。いいタイミングで助けが入りましたね。もう戦えなくなりましたか。武道家同士の意地のぶつかり合いになっていますよ。相手との距離も一気に詰まり勝者が決まりましたが、なかなか見応えのある勝負でした。とんでもねえタフさはさすがだな。なぜこの方がここにいるのでしょうね。お二人ともやる気は十分のようですね。お互いに牽制し合っているといったところでしょうか。この攻撃は大きいですよ。油断をすればすぐに相手に有利な流れが出来上がりますから、これはなかなか。いいチームワークですよ。いいタイミングで助けが入りましたね。一人倒れてしまいましたね。倒した方は勢いが出てきたみたいです。油断をすればすぐに相手に有利な流れが出来上がりますから、わずかですが勝負の流れが傾いてきましたね。俺が殺してやろう。効かんぞ。死ぬぞ小さいね。いい判断ですね。これはなかなか。どこへ行って。相手との距離も一気に詰まりましたよ。今楽にしてやる。ただ防戦一方になっているというわけでもなさそうですよ。ここからギア。もう戦えなくなりましたか。遊びはこれまでだ。なかなかいい動きですよ。一人倒れてしまいましたね。
これで形勢が変わりましたよ。オランダ勝負だ。アドだ。おめか。これで隙を作り出すことができましたね。やばい。行くぞ。ロヨン伸びろ。いいタイミングで助けが入りましたね。一方的にやられる状態になっていますが、なんでここからどうするでしょう。悟空さんの勝利ですね。さすが悟空さん、子供になられてもう強い。